サイヤ人ベジータを逃がした孫悟空たちは死んでいった仲間たちを生き返らせるために神の残した宇宙船を手に入れ、ドラゴンボールがあるという神の母星ナメック星へと旅立つのであった。無事ナメック星へたどり着いたブルマたちであったが、サイヤ人が宇宙船さ、思いもよらぬ出来事に地球への連絡を取るのであった。亀仙人から話を聞いた孫悟空は、ヤジロベエが持ってきた先祖の力によって完全に回復し、天才科学者であるブルマの父に改造してもらったサイヤ人の宇宙船に乗り、ナメック星へと出発するのだった。いざナメック星へ。よし、早速修行始めっか。ナメック星に着くまでにあのベジータっていうやつを超えなきゃなんねっちゅうな、えらいことだ。まずは基本から徹底的に聞き直さねえとな。悟空。あ、その声は海王様か。悟空、よく聞くのだ。今お前の向かっておるナメック星には、あのサイヤ人よりとんでもない奴がおる。ナメック星についてもそいつだけには絶対に手を出すんじゃないぞ。わかったか。やつだけにはな。たとえ手を出さねえにしたって強くなって損はねえさ。
もうちょい頑張ってみっか。ご飯とクリリンはドラゴンボールの生みの親最長老と出会い潜在能力を引き出してもらうのであった。ナメック星人を襲いドラゴンボールを奪っていくフリーザ一味、その親衛隊であるギニュー特戦隊の前にフリーザからドラゴンボールを奪ってきたベジータと共になすすべもなくやられてしまっていた。到着、ナメック星に到着しました。クリリン、アジーズを死にかけてすぐ行くぞ。待ってろ、今こそ修行の成果見せてやる。悟空到着。おめえたちよく頑張ったな。あとは任せてくれ。こいつらおらしといて片付けろ。妙な野郎だね。俺たちは一人で片付けるんだぞ。おめえらオラに勝てねえ。戦わなくてもわかる。何を言うかと思ったら、これ以上大ボケ野郎の冗談には付き合ってるのに一瞬で来たじゃんね。
お父さん、倒したの？まさか、嘘だろ？ベジータや俺たちがどんなに攻撃してもびくともしなかったやつ。ちくしょう。サイヤ人の戦闘レベルを明らかに超えている。地球で戦ったあいつとは別人だ。伝説は本当だったのか。千人に一人現れるというスーパーサイヤ人なのか。よくも俺様の可愛い部下たちをやってくれたな。ギニュー特戦隊隊長、ギニュー様自らが思い知らせてくれるわ。ベジータ、おめえはもう一人のやつをやってくれ。死にかけて前傾してから力がぐんと増えたはずだ。これで勝てねえ相手じゃなくなった。ち、知ってやがったか。よし、行くぞ。ドラゴンボールは俺がいただいた。アバよ、カカロット、シアリなんという強さだ。まさか貴様はスーパーサイヤ人なのか。悪いが、おめえはオラに勝つことはできねえ。無駄な戦いはしたくねえんだ。この星から消えてくれ。スーパーサイヤ人は血と戦闘を好む全宇宙最強の戦士のはず。そうか、貴様はスーパーサイヤ人にはなりきれていないのだな。だが少なくともこの俺様よりはるかに強い。気に入ったぞ、その体。ああ、何を。チェンジ。交換させてもらったぜ、貴様の体と。見つけたぞ。よくここまで来れたな。もっとひどい傷をつけておくんだった。まったくその通りだぜ。ベジータか。さっさとするんだな。残った方を片付けてやる。くそ、ならば死に損ないから先に始末してやる。
Thank you.